はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト10続きやっていきたいと思います。10周年クエスト、とうとう冥王ネルゲルですね。多分。ようやくここまでたどり着いたか。待ちかねたぞ。この冥王の前に己が魂を捧げるため自ら現れるとは良い心がけよな。ネルゲル様、我らあなた様のお力に。うわー！冥府の漠さは我らの怨念で余れたもの、聖者には決して解けぬと知れ。さあ、ネルゲル様、そやつを倒し、こたびこそアストルティアを滅ぼしてください。させるか！ふっ！ふっ！なぜ、ネルゲル様。誰に指図しておる。消えろ。ありえない。冥王ネルゲルが君を助けるなんて。久方ぶりの戦いに水を差す無粋な配下どもを罰したまでだ。復活の祭壇で感じた通り、あの頃よりはるかに強くなったようだな。見違えたぞ。だが我はあまねく死を滑るもの。貴様が敵を倒せば倒すほど、多くの死を振りまけば振りまくほど、我が力は無限に増大するのだ。さりとて、あと一つ足りないものがある。このアストルティアで最も強き者である貴様の魂を食らったとき、我は完全となる。さあ、決着をつけようぞ。我は貴様の死を復活の呪しとし、こたびこそアストルティアを滅ぼす。生きとし生ける者は全て死からは逃れられぬのだ。よみがえりしネルゲル。冥王ネルゲル、背筋が凍りつきそうだ。やっぱちょっと硬い感じすんな。あんま大して変わんねえな。
はじゃぶね。え、これ命中音なんの？近くじゃないとダメなのか。面白い。少々本気で行くぞ。魔法使いなの？エルジュ・マツカって書いてってる。すげえな、ハザルね。6000いった。シャドウダンス。やっぱ HP 高いね。冥王？何？なんとか剣。もう一回ハジャブで出してよ。まあ当たんなかったよな。6000クラスよ、まだ全然。チャンス。サイカの渦。サイカの渦じゃねえ、サイカの陣だ。なんだ。コマンド消えた時は倒したか死んだかどっちかだね。まだ HP 白いから死んではないだろうけどね。余興は終わりだ。
え？ちょっと待って、いや、いいんだけどさ、あ、途中で命中になる感じか。やべえな、凄ましいほどの魔力、あれが奴の本性か。跳ね返したの。大呪詛危ねえな。普通に強いんですけど。さらに上がるのかな。やべやべ。これ避けた方がいい。まだ MP も大丈夫だね。これかけとかないと怖くてしょうね。あ、いいね、幻に進む。なんだ、それほどの力を得たか。だがそれは我も同じこと。全力で行くぞ。デカダンス。フィナーレだ。なんだ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 。フィナーレだって。僕たちは負けない。世界を救うんだ。やばいっすね。寝るけど。倒せなくはないけどね。
暴れ釜だって。受けるダメージ少なくしておいて正解だよね。乱れ釜。身代わりがいっぱいいていいね。硬っ。よし、跳ね返るように連続ドルマドン。もう一回かけて。金属目長いや跳ね返して。やっぱ戦士とかの方がいいのかな。あ、倒した。倒した。再び絶望を与えよう。かの日を思い出すがいい。おお、ちょっと。やばい。あん時あれだね、あの不屈の鼓動10秒間ノーダメージで。間に合うからね、迅速メラガイアかなんか打ってたらさ。お、倒した。強い。
こたびも貴様の勝ちのようだな。だが我はあまねく死を滑る者。貴様が戦い続ける限り我は貴様が倒した者の魂を食ろうて何度でも蘇ると知るがよい。今はさらばだ、我が宿命の好敵手よ。いずれまた相まみえようぞ。やったな、僕たちの勝利だ。おお、まずい、急いで脱出しよう。皆様、お見事でございました。ささ、急いで地上へ戻りましょう。大地のはじゃぶれ、出発進行。長かったですね。強かったね、ネルゲル。冥王ネルゲルもレイダーメテスも消え去った。もう心配ないだろう。これもこの時代で出会った様々な人々のおかげだな。そして誰より君のね、本当にありがとう。昔君と約束しただろう。たとえ生きる時代が違っていても君と僕はずっと友達だって。僕の友達が生きるこの時代のアストルティアを救うことができて本当によかった。賢者のみんなやハジャブネシたちにもできれば別れの挨拶がしたかったけど、そろそろ時間切れみたいだ。僕は自分の時代に戻る。残念だけど今の僕が君と話せるのはこれが最後になるだろう。世界の危機はもうゴリゴリだけど、もう少しだけ君と旅したかった。よっ、おめえも乗ってたとはな。おお、なあなあ、聞いたかよ、突然レイダメテスが消えちまったって。あれはきっと X さんの仕業だな。しかしお前も冥王討伐を狙ってたのに残念だったな。ま、
X さんには誰もかなわねえからな。やっぱあのお方はすげえや。さすが伝説の冒険者だぜ。ん？ん？おお。そういや、おめえの連れのあのひょろいのはどこ行ったんだ？ずっと一緒に旅してただろ？ふーん、故郷に帰っちまったのか。ま、そうしょぼくれんなよ。お互い旅してりゃ、またいつか会えら。さてと、次はどこへ行くかね。アストルティアにゃ、まだまだ冒険してねえとこが山ほどある。野を越え、山越え、海越えて。いや、あたしらなら、天だって越えられるさ。な。次は、グレン城。グレン城。おっと、ずいぶん長話しちまったぜ。じゃあな。次に会った時は、あたしが勝つ。皆様、この度は当大地の箱舟にご乗車いただき、誠にありがとうございます。皆様のこれからの旅が素晴らしきものとなりますよう、我々一同、心よりお祈りいたしております。シーフォーステイルか。なるほどね。よくできてんな。仕草って言ったよね。いろいろ設定なんだっけな、コミュニケーション。まあ、ここら辺でもいいや。なんつったっけ、一個手に入れたの。リボンって言ったよね。どこにあるの？あれ？仕草リボンってなんかなかったっけ？なんかもらったって言ったよね。あった？あれ？あれ？仕草アイテムで入る？あ、ちょ、待て。あれ？なんか仕草リボンってなんか手に入ったよね。なんかいっぱいあるな。あ、お祝いリボンか。あったね。喜び。喜びで10周年おめでとうということで、今回ここで終わりたいと思います。ね、また今度なんか追加されたらね、配信していきますんで、よろしくお願いいたします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。